髪を洗う頻度を少なくする骨球線。美容の問題で最も不快なものといえば、髪が不潔であることです。髪は人のイメージの中でも一番目につきやすい部分なので、不潔だと自分に自信がなくなったり、落ち着かなくなったりすることが多々あります。それでも思うほど頻繁に髪を洗う必要はありません。 この記事を読んで、より長く髪を清潔な状態にするために、髪を洗う回数を減らす方法を学びましょう。1. 沸騰したお湯、またはフィルターろ過されたお湯で髪を洗う。髪をより長く清潔な状態に保ち、頻繁に洗わなくても良くするために、まずは髪をすすぐ時に沸騰したお湯かフィルターろ過された38度くらいのお湯を使うことです。 2. ヘアケア用品を使いすぎない。ドライシャンプーやヘアスプレー、ヘアジェルといった商品や、ケラチンなど髪の外見を良くする製品は髪をすぐに汚してしまいます。そこで髪を洗う頻度を少なくしたければ、こうした製品はお1週間に最大2回、少量使うようにする必要があります。3. ブラシはあまり使わず、櫛を使う。 信じられないかもしれませんが、ブラシで溶かしすぎた髪は清潔に見えず、輝きもありません。事実、髪は触れば触るほど、汚れていきます。ですから、髪を溶かすのは最高でも1日に2、3回、できればブラシではなく櫛で髪を溶かしましょう。そうすることで、枝毛が少なくなり、髪がより健康で輝いて見えるようになります。 4. スタイリングムースを使う。髪を極自然な状態に保つには、ヘアスプレーやジェルではなくスタイリングムースのような製品を使いましょう。ヘアスプレーやジェルを使うと、ムースよりも汚れがずっとひどくなります。5. 硫酸エステル抜きのシャンプーで髪を洗う。SLS としても知られ、ルラウリル硫酸ナトリウムは、 シャンプーの添加物として使われている毒性のない物質です。ラウリル硫酸ナトリウムは、頭皮の乾燥の原因となり、場合によっては、髪の油分分泌を増やすことが知られています。もしそうした症状が当てはまる場合は、SLS のような原料が含まれていないシャンプーを選び、ヘアマスクやヘアオイルを説明書通りに使いましょう。また、 様々な天然原料を使って自家製のヘアとニックやヘアマスクを作り、試すのも良いでしょう。6. 温度を下げる。ヘアドライヤーやヘアアイロンを頻繁に使うと髪が痛み、すぐに見栄えが悪くなってしまいます。こうした状態を防ぐために、ヘアドライヤーやアイロンの温度は65度80度の間くらいにまで下げるようにしましょう。7. 頭皮のピーリングトリートメントをする。頭皮のピーリングトリートメントを時々行うことで、死んだ皮膚細胞や不純物を取り除くことができるほか、血質を丈夫にしてより強く健康な髪にすることができます。8. 枕カバーを変える回数を増やす。髪が汚れる頻度が増える原因の一つには、 同じ枕カバーを何日も使うことが挙げられます。枕カバーは、肌の油分を吸収するのと同じように、髪の油分や生発量なども吸収します。その結果、細菌や不純物で覆われたものとなってしまいます。そこで少なくとも1週間に1度は枕カバーを変えることが肝心です。9 冷気や日光から髪を守る。最後に、気温が低い冬や逆に高くなる夏に髪を守る必要があります。これは、そうした気温の状態が頭皮の油分生成を刺激し、毛根の油が多くなる原因となるからです。この問題への最善の対処法としては、帽子をかぶることです。帽子が夏には高い気温から、 冬には冷たく凍るような気温から髪を守ってくれます。そうすることでより健康で輝かしい髪を手に入れることができます。